業務用モーションキャプチャーのここがすごいその2。さて、業務用モーションキャプチャーのここがすごい企画の第2弾なんですが、今日は一体何をやるんでしょうか。今日はほぼ初見の人が事前知識なしでマーカーを貼ってみてスケルトンが作成できるのかどうか検証してみたいと思います。はい、初心者代表です。はい、心持ちをどうぞ。はい、頑張ります。オプティトワークのソフトウェアで何も分かんない人が使えるのかどうかっていうのを皆さんにお示しできるのではないかと思いますので、どうぞ必見です。はい、それでは準備のことができましたので、まずはご紹介です。こちらもう真っ白サラティーの新人マネキンです。はい、新人です。よろしくお願いします。今日はこのタケさんに新人ちゃんの方にマーカーを貼っていってもらおうと思います。いろいろとマーカーの個数はあるんですけども、今日は全部で50個体につけていってもらいたいと思います。はい、あ、はい、ちなみに一応ヒントはあります。ソフトウェアのモーディング上で画面にマネキンのヒントがあるので、それを参考にしながらタケさんにはマーカーを貼っていってもらいますので、頑張っていきましょう。頑張ります。マーカーの裏側が面ファスナーのオスになっていて、スーツ自体も面ファスナーのメス部分でできているので、すごい貼っつけやすいです。結構スイスイってことじゃないですか。気づいたらもう貼った。肩周りも新人アシストがちょっと入りましたけど、これが何を意味するのか後ほどご説明。これで今何個貼ってますか。50です。50個できました。実は時間を計ろうと思ってたんですけど計り忘れて9分ぐらい。あ、およそ9分。とりあえずスケルトンを作ってみてできるのかどうかを検証してみましょう。はい、スケルトンできましたがいかがでしょうか。あ、なんか思ったより綺麗になってる。すごい。気をつけしてもらって、ちょっと画面を見てみましょうか。あら、綺麗にできたのでは。そうですね、なかなかびっくりするほど綺麗にできちゃった。確かにちょっと内股かなっていうところはありつつも、だいぶ綺麗にスケルトンができたと思いますよ。いいじゃないですか。マップが分かりやすいですね。初心者でもすぐにできるかもしれないです。はい、検証結果なかなか取れてたよ。なかなか取れてた。やったー。良かったです。まあ、なかなか取れててすごい良かったと思うんですけど、まあこのね、働いても少し経ちますので、私からちょっと手直しさせていただきますよ。ここポイントですっていうところをお伝えします。マーカーセット、マネキン、見本のマネキンがあったと思うんですけど、ポイントとしては白いマーカーの方を押さえてあげるといいですよと。紫色に光ってるやつが結構任意的に少し自由度が高いマーカーになるので、そこはあまり厳密にしなくていいよっていうところであります。今日タケさんに貼ってもらったところで、こここうしたらいいよっていうのをお伝えしますね。まず上半身、肘ですね。今結構なかなかいいところについてると思うんですけど、こう伸ばしてもらってへこんでるところに基本的にはつけます。ちょっとへこんだ位置につけてあげるよと。膝ですね。こう膝の方上になってるんですけど、目安としては膝のお皿の真下横ぐらいですかね。こちらの方に付け替えてあげるといいかなと。関節を押さえてあげるのがポイントです。はい、じゃあペコンかな。であともう一点、くるぶしですね。もうここは今ここに大体の位置で貼ってるんですけども、くるぶしの上につけちゃって大丈夫です。でこの3点のポイントですね。あ、もう1点ありました。頭なんですけど、おでこの一番出っ張ったところにつけてあげるのがポイントです。少し上目だったので、ここはもう少し前目にしてあげるといいかなと思います。こちらで私も採点終わりました。ありがとうございます。じゃあちょっとビフォーアフターを見てみましょうか。はい、じゃあちょっと気をつけしてもらってもいいですか。
まあ、そうですね、さっきちょっと内股影だったんですけど、あのくるぶしのマーカーとか膝の方、あの足元の方をちょっと直してあげたので、もう少しまっすぐになってきてくれたかなと思います。で、頭なんですけど、ちょっとさっきまでね、あのこう首が出てきてる状態だったんですけれども、頭のおでこのマーカーを直してあげたので、少しもう少しまっすぐになってくれたかなと、満点に近づいたかなと思います。はい、それではほぼ初見の人が貼ってみた、お疲れ様でした。お疲れ様です。お手本を見ながら貼ってしまえば、すごい綺麗にスケルトンが作れるよっていうアピールでございます。本当にワンクリックでスケルトンモデルの方が表示されるので、簡単に使えるものになっております。貼るポイントコツとかありますので、それは我々スパイスにお任せください。疑問があればお問い合わせいただければお答えいたしますので、はい、どうぞどうぞよろしくお願いします。初めての人が貼ってみた企画、大成功ということで、ありがとうございました。またね。ありがとうございます。